白いヌナズな野生型及びアクスル2から1変異体におけるオーキシンシグナル伝達のパルスチェース分析。野生型及びアクスル2から1の未症を 35S メチオニンで標識し、アクスル2、アクスル2から1タンパク質を標識期間の直後、または非標識メチオニンで15分間追跡した後に免疫沈降させた図。生化学や分子生物学において、 パルスチェース分析とは、細胞に標識された化合物を連続して与えた後、同じ化合物を非標識の形で与えて、時間の経過とともに起こる細胞のプロセスを調べる方法である。選択された細胞、または細胞群は、まず研究対象の分子、またはシステムに組み込まれる予定の標識化合物にさらされる。その後、その化合物は代謝経路を経て、 研究対象となる製品の合成に使用される。例えば、放射性物質で標識されたロイシンを、水臓のベータ細胞群に供給すると、ベータ細胞はこのアミノサムを使って、インスリンを合成することができる。標識された化合物を導入した直後に、同じ物質だが標識されていない物質を過剰に、環境中に導入する。前述の例では、インスリンの産生は継続されるが、 パルス段階で導入された放射性ロイシンはもはや含まれておらず、放射性物質の検出方法では見ることができない。しかし、パルス機に産生された標識インスリンの細胞内での動きを追跡することはできる。この方法は、特定の細胞の活性を長期間にわたって測定するのに有効であり、プロテインキナーゼシー、指キチン、その他多くのタンパク質の研究に使用されている。 この方法は、岡崎フラグメントの存在と機能を証明するためにも使われた。ジョージパラーでは、放射性アミノ酸のパルスチェースを用いて分泌経路を解明した。ありがとうございます。